知床半島沖の観光船沈没事故をめぐっては、国後島やサハリン南部で男女3人の遺体が見つかり、ロシア側はいずれも行方不明の乗員乗客の DNA 型と一致したとしています。関係者によりますと、午後1時ごろ、遺体を引き取るために海上保安庁の巡視船津軽が小樽港を出港しました。3人の遺体は明日サハリン南部のコルサコフ港で巡視船に引き取られ、あさってにも小樽港に到着する見込みだということです。この事故では15人が死亡し、いまだ11人の行方が分かっていません。